怖いわ。テラ、放送を。東校舎の隔壁が開いた。たくさんお出ましかな。シャッ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 。横取りされんなよ、てめえら。ラジャー。おへー。よいか。アクアが戻れる場所を作るため、そしてこの町で再びデリバリーをするため、我々は心なきミュータントどもを蹴散らす。えいえいおーで、ワニと骨の一団が味方しています。見たことあるサングラスもいます。モニターに映します。映さなくていい。あいつの顔は見たくない。まだ金払ってもらってないしな。債務者に死なれると困るんや。大丈夫だ。この町の安全はこの銀河警察に。銀河警察！銀河警察！チェンジ！ジャスティス！すごい！決戦だ！銀河警察だ！私に任せろ。銀河警察復活ジャスティス。子供たちに任せておけ。いいのですか、私たち大人がそんなことで。君も死にたくないだろう。さあ、このまま地下に避難して。なんてこと。やめろ。何を。
供たちは店の奥へ。大丈夫よ、ここが一番安全だから。こんにちは。あの学校、卒業しておいてよかったな。今期が遠のきそうで悲しい。死ぬ、戦わずして死ぬぞ。本当にこの薬は効いているのか。見えてきたっすよ、あれが。おい、飛ぶぞ。館内に侵入者。ほう、あの小娘か。私が行く。放っておけ。決着はつける。こいつら。あのポット状の入れ物を剥がすと化けるのだ。心は愚か、自我もなくした者の末路だ。どけ、怪物退治は慣れている。侵入者発見。アスタロト様に忠誠を誓え。やれやれ、お前たちはそれしか言えないのか。我らこそが銀河の支配者でありだろう。語彙力不足。やっぱ連れてきてよかったわ、あたい先金の活躍。一掃する。宝剣シーラカンスよ、我が力に応えよ。マルコと銀河流。はっちゃん。マルコ、先に行け。ここは私が引き受ける。でも銀河竜を探すのだろう。急げ、時間がない。わかりました。見ただろう、あいつの腕なら治った。そう、よかった。この道を覚えている。私の仲間が殺された道だ。そしてお前と初めて出会った場所だ。忘れるものか。裏切りは許されることではない。言い訳はしない。今度は私がお前をこの場で葬る。あっちゃん、待ってて。小娘、生きていたか。美しいと思わないか、この石の輝きを。
私こそがこの銀河を支配する竜なのだ。やめておけ。その上また引き抜かれていく。もう腕じゃない。これは肌よ。たくさんの悲しみを食ってきた肌。あんたの悲しみもすべてこの歯で食らってやる。無駄だ。感情など私には存在しない。ぬすっと、お前の友はどこへ消えた。あれだけ威勢のいい銀河流は逃げた。違う、あれを見る。誰の血だ。その血は誰の血だ。言えよ。心をなくしたか。それともただの反抗期か。ぬくめさらば愛されん。それこそが貴様の正体だ。所詮貴様は自己愛を感じたいのだ。父を殺したいなどと訴える一方で、結局は奴が孤独になればそばにいようとする。翻ることで越に浸りたい歪んだ生き物だ。私のことは何も知らないくせに、父との関係を勝手に決めないでほしい。私は私の考えに基づいて。ならばなぜ裏切った。聞かせろ。言えるか。裏切りという名の収縮を父は褒めてくれたか。縮こまったお前の体を見て喜んだか。喜んだのだろうな、ここにいるということは。私の星では裏切り者の首輪を落とす。必ずだ。私はあなたたちを守れなかった。あの子を守れなかった。この子に及んで何を言う。私が蚊が邪魔をした。教えて。私に力があれば変われたの。うつつの世は夢、世の夢こそまこと。父の目指す闇は永遠の夜そのもの。バカめ、明けぬ夜は地獄の始まり。お前の白い肌を照らすこともなくなる。誰にもわからないよ。遠すぎるもの。幼い頃の蓄音機、電波情報、ラジオの調べ、気まぐれな月夜にだけ流れてくるの。緑色、赤色、黄色、橙色、二つ重なり青い色。私が聞いていた音色は、遥か遠い青い星から流れていた。私たちの銀河には感情がない。どんなものも黒く染まり、そこに白はいらない。けれども、隣の銀河からは色が流れてくる。たくさんの色が。私がいけなかったんだよ。私が良くなかったんだよ。私が守れなかったよ。私がダメだったんだと思うよ。蚊が邪魔をする。教えて。私に力があれば変われたの。雨に現れた白夜のカリフラワー。
ことのない白い絵日記。上昇。発見。白き声。唯我を超えて。いじめ。オーバーカム。無駄だ。あれはもう、ただの鉄くず。私と共に、その黒い瞳には素質がある。お前は絶望を知っている。マルコ？あっちゃん？高いね、ここは。でも、みっともないな。対話を許そう。2分やる。その絶望を深く仕上げておけ。いいよ、無理して喋んなって。絶望に飲まれてはいけないよ。力で締め付けられて終わってしまう。心を失うための調理法さ。君は黒一色に染まるのは待ってるのさ。マルコ、君に謝らなきゃいけない。部活に君の母親になってあげるなんて言ったこと。静かに。ひどいこと言ったと思うよ。あの時の君のように心を失ったらダメだよ。この銀河に生物がいるのは心を持った生命体がいるからなんだ。静かに喋らないで。謝りたいことがあるんだ。君の記憶を食べたこと。一緒にさ、歌ったり踊ったり遊んだりして、悲しみも楽しみと一緒に暮らしていかなきゃいけなかったんだね。悲しみを食ったのなら、見つけた宝の記憶も全て食べられますか？それはなくしちゃいけない。食べれば元気になるよ。食べなよ。あの時みたいにさ、私を見つけた時みたいに。今度は悲しみなんかじゃない。あっちゃんと旅をして、やっと見つけた宝の記憶さ。やめてくれ。私の気持ちを食わせてやる。私の母親の記憶、気持ち、全部やるから。かわいそうだな。でも、それは君の強さだった。母親に新しい家族がいてた。君はその母親を呪ったりしない、怒ったりしない。僕には不思議で仕方なかった。憎まないのかって、怒ったりしないのかって。大切な人が大切にしているものを当たり前のように大切にしようっていう気持ちが僕にも不思議で、こんなに一緒にいたのにさ、まだまだ不思議なことがあるんだって。でもね、自分に置き換えて考えてみたんだ。そしたら僕も思ったんだよ。
気でいてほしい。よく食べて、よく眠って、笑って、君と君に関わるもの、すべて、それが君の強さなんだよ。君は教えることができるんだ。住んでばかりじゃない、人に与えることもできるんだよ。それって最強じゃないか。相反するものが二つ一緒に君の心にあるんだ。決してなくしちゃいけないよ。その宝物は君の頭の中にあるべきなんだ。母親との記憶も君の頭の中にあるべきなんだ。光のないところじゃダイヤもただの石ころさ。グズグズするなよ。ここでグズグズするなら君との記憶を食べてしまうよ。君は僕を忘れるし、僕も君を忘れる。君の母親が君を忘れ、君が母親を忘れていたように。でも僕は少し生きながらえるだろう。どうだい、取引さ。嫌かい。ほら言ってくれ。大切にしたいんだ、君との思い出は。ね、君もそう思うだろう。貴様が弱くなった理由を知りたいか。